まずはじめに岸田総理から発言がございます。それでは岸田総理、よろしくお願いいたします。はい、昨日、モンゴルのオヨン・エルデネ首相との電話会談を行ったことをもって、この夏の外交日程を一区切りつけることができました。お盆が明ければいよいよ秋の総裁選挙に向けた動きが本格化することになります。今回の総裁選挙では、自民党が変わる姿、新生自民党を国民の前にしっかりと示すことが必要です。そのためには、透明で開かれた選挙、そして何よりも自由闊達な論戦が重要です。その際、自民党が変わることを示す最も分かりやすい最初の一歩は、私が身を引くことであります。私は来たる総裁選には出馬いたしません。総裁選を通じて選ばれた新たなリーダーを一兵卒として支えていくことに徹してまいります。このように多くの皆様のご協力によって大きな成果を上げることができたと自負をしております。他方で、この間旧統一教会をめぐる問題や、派閥の政治資金パーティーをめぐる政治と金の問題など、国民の政治不信を招く事態が相次いで生じました。私としては、被害者救済法の成立や政治資金規正法の改正など、課題への対応や再発防止策を講じることが、総理総裁としての私の責任であるという思いで、国民を裏切ることがないよう信念を持って臨んでまいりました。特に政治と金の問題をめぐっては、派閥解消、政倫審出席、パーティー券購入の公開上限引き下げなどの判断についてご批判もいただきましたが、国民の信頼あってこその政治であり、政治改革を前に進めるとの強い思いを持って、国民の方を向いて重い決断をさせていただきました。残されたのは、自民党トップとしての責任です。もとより、所属議員が起こした重大な事態について、組織の長として責任を取ることにいさくさかの躊躇もありません。今回の事案が発生した当初から思い定め、心に期してきたところであり、当面の外交日程に一区切りがついた、この時点で私が身を引くことでけじめをつけ、総裁選に向かっていきたいと考えています。当たってまいります。私からは以上です。ありがとうございました。今日はですね、ちょっとお盆中で特に何もニュースないかなと思ってたら、11時半ぐらいですか、岸田さんが辞めるという話が出ました。で、表向きの理由としてはね、裏金事件の責任を取るんだという話です。で、なんで今更なんやっていうところについては、外交の日程がね、今ぐらいまでは組まれてて、ちょっとその、切りのいいところまでやろうと決めてたという話をされてたんです。表向きの理由としてはね。で、これ実際のところはどうなんだっていうことをね、ちょっと考えていきたいんですけど、それと合わせてですね、もう皆さんの世の中の関心というのは、次誰がなるんだと、青ニャンなのかと
高市早苗さんなのかと、まあ、いろいろな話題が出てますが、まあ、僕もね、今回、岸田さんが辞めるんじゃないか、再選厳しいんじゃないかって10日ぐらい前にたまたま述べてね、まあ、当たった予言者としてね、ちょっと生きて、大胆予想してみたいなと思います。はい。で、本題に入る前にですね、もうチャンネル登録ぜひ皆さん、8万人に行きたいので、してくださいというのと、おかげさまでAmazon で本が売れてまして、あと池袋のジュンク堂でね、結構30冊ぐらい多分あったと思うんですけど、全部一回なくなったみたいで、ご購入いただいた皆さんありがとうございました。追加でね、結構入荷してくださるんじゃないかっていう感じなので、まあ、もし可能な方はね、ちょっと池袋のジュンク堂で、お中元用に、はい、保存用に、神棚にお供えするようにね、まあちょっと買っていただけたらなと思います。早速ちょっと本題入っていきたいなと思いますけども、ちょっとおさらいで、僕なんで大胆予想を10日前にして、まあ当たったかということで、まあ、これ別にね、そんなに当てること自体はそんな可能性としてはまあ難しくないというか、岸田さんが辞めるんじゃないかぐらいはね、別に世の中でいろいろ言われてたんで、まあ一方ででも再任するんじゃないかって、再選向けて動くんじゃないかとも言われてて、総裁選すら出ないという結末になったのは結構まあまあ多くの人にとってサプライズだったと思うんですよ。で、僕なんで無理っていう話したかで言うと、まあ、資金繰りが持たないっていう話をしたんですね。これね、やっぱね、企業とかもやっぱりお金の流れとか見ていくと、あ、この会社やばいなとか、この会社調子良さそうだなって結構分かったりするじゃないですか。で、まあ、今後もね、そんなに当たるかどうかは分からないですけど、まあ、ちょっと資金の流れを見るっていうのは結構大事だっていうことが、今回僕の中で裏付けられたのかなと思うんですね。で、政治家の基本的な行動について、すんごくお金についての説明を簡単にしとくと、政治家が収入を得る方法って、基本的には政党交付金という、まあ、税金を原資にしたお金と、あと個人や企業から個別にその政党支部に対して行われる寄付金ですね。はい。で、あとは政治資金パーティーというものです。で、政治資金パーティーと、まあ、この寄付は、ぶっちゃけのベースで言うと違いはないんですけども、まあ、政治資金パーティーというのは、ある種、こう、裏金の温床になったりとか、まあ、表に出さなくていいっていうので、業界との癒着が疑われやすいかったり、まあ、批判しにくいような状況が作られてきたっていうことで、結構こう、まあ、問題視されることが、まあ、ここ1、2年強まってきてるというのが、現状ですよと。で、岸田さんって、この中で、この事業ポートフォリオを組んでいくときに、どこに依存してるかっていうと、政治資金パーティーに依存してる人なんです。これね、本当に群を抜いてるんでしょう。ちょっとまあまあ、一応簡単にエクセルでやってみたんですけど、まあこれね、一応ちょっと前段でエクスキューズしときたいんですけど、この総額の収入とかね、若干ブレたりすると思います。なぜかというと、複数の政治団体でお金をこう行ったり来たりしてるんで、二重計上しちゃってる可能性がちょっとゼロではないので、これ正確な数字かどうかで言うと、ちょっとそこは留保をつけておいてください。ただ、まあ、基礎なんて、年間事務所にだいたい2億2000万ぐらいお金入ってくるんですね。最新の見てると。新政治経済研究会っていうのと、自由民主党広島県第一選挙区支部っていうのがこのメインのお財布なんですけど、そこに入ってくるお金がだいたい2億2000万ぐらいだと。で、2億2000万ぐらいのうち、1億5000万ぐらい政治資金パーティーなんですよ。はい。これはね、首相の特権っていうのも多分あって、首相じゃなかったらこんなにお金集まらない可能性もありますから、まあそういう意味では大臣規範にお前違反してるだろうって、定量的に全然言える話ではあるんですよ。そもそもで言うとね。業界と癒着してんじゃんと。うん。で、まあそれはさておき、僕が、岸田さんやっぱり再選しても、再選した方が岸田さんしんどいんじゃないかなってなったのは、年間のね、売上の、まあまあ、低く見積もっても6割。まあ、多く見積もったら7割ぐらい依存してる、ある会社があってね。それ全部取り上げますと。そのまま社長やっててください。事業やってくださいって言われて。いや、無理ってなるじゃないですか。普通に考えたら。
はい。ただ、世論の風向きってすごい厳しくて、この政治資金パーティーについては。野党がね、まあ、立憲の岡田さんとかが、まあ、そのいい例でしたけど、まあ、パーティーやるって言っただけで燃えたじゃないですか。大串さんとかもそうでしたけど。で、これに対して、その、パーティー自体が悪いわけじゃないんだっていう反論やをする人っていうのは当然いるんですけど、野党の支持層の中にも。まあでも、世論一般がどう捉えるかで言うと、政治資金パーティーした順番にもうなんかいかがわしいことやってるなっていう、やっぱり色が今回ついちゃったので、裏金の件で。なんかそれをやろうとするだけで、やっぱりもう批判の対象になってしまうんですね。で、だからこそなんですけど、岸田さんって在任中はもうパーティーしないって言っちゃったんですよ。で、パーティーしないってのはどういうことを意味するかというと、自分の売り上げの4分の3ぐらい減らしますって言ってるようなもんなんで、持続可能性ないじゃないですか。岸田さんって秘書だけでね、人件費だけでなんか、総額で多分ね、1億超えるぐらいの固定費あるんで、もうそこら辺の会社より全然でかいんですよ、事務所としては。事務所って一口に言っても、もう本当に、ね、5人ぐらいで回してるところもあれば、岸田さんみたいにもう何十人も、もう本当に会社みたいになってるようなところもあって、その中ででも、その固定費を賄える財源がないとなると、やっぱ厳しいでしょと。岸田さんってこれパーティーを抜いた収入総額っていうのをまあ並べてみたんですけど、まあ他の今有力だって言われてる候補者と比べても、やっぱり少ないんですよ。結構しんどいんですよね。うん、だから、そう、お金という面だけで言っても、まあこの総理を、さらに2年、3年続けていくっていう体力はなかったのかなということです。はい。で、ここまでがまあまあ前回のおさらいで、で、まあ、これだけでね、もちろん予想するのは無茶があるという批判は当然あることをもう引き入れた上でここから話していきたいんですけど、じゃあ次誰が総理総裁やるのかっていうことですよね。で、僕はここでいろんな争点があると思うんですけど、一つやっぱ大きいのは、総理在任中に、そのパーティーをやらなくても、しばらくはね、少なくとも1年、2年はしなくても、まあ、全く問題ないよと。で、総理総裁選やるときに、メディアから政治資金パーティーについて絶対聞かれるじゃないですか。聞かれたときに、いや、私はやりませんって言えるぐらいの勢いのある人じゃないと、多分世論的にはね、これ内閣改造とか、首相交代してもね、あ、また同じかって思われるリスクがやっぱあるわけですよ。で、それ末端の構成員がやってるのとやっぱ違って、総理総裁がやるってなると、やっぱ予算委員会でもずっとその話題になっちゃうんですよ。で、やっぱイメージ悪くなるんですよね。岸田さんも、結局自分がそういうのやってるっていうのが、やっぱイメージ悪くなってるっていうか、その募集しようとして、まあ野田さんとかにね、指摘を受けて、こう、中止せざるを得なくなったっていう経過がありましたから、あれで、次の首相総裁になった人が、いや、パーティーどんどんやります、みたいなこと開き直っても、いや、それ合法かもしれんけど、いや、また裏金作るのか、みたいな話になったりとか、やっぱ自民党自体の、イメージの悪さをね、若干みんなが忘れかけてる中で、改めて気をつける可能性がやっぱあるわけですよ。で、その中で僕は、だから、その政治資金パーティー以外からお金集めるのが上手い人が、まあ総理として有力になってくるんじゃないかなというのが率直な感想です。で、その中で、一番僕有力になっちゃうのかなって思ってるのは、僕ちょっと一番総理になってほしくない人なんですけど、まあ河野太郎なんですよね。河野太郎人気なくなってきてるし、まあ保険証廃止とか言ってるから、総理総裁なんか絶対になってほしくないんですけど、いやでも河野太郎ね、なくはないなって、これちょっと数字まとめながら思ったんですよね。はい。河野さんって、まあ今回僕も改めて見てたんですけど、パーティーの依存度は低いんですよ。まあもちろん4000万ぐらい集めてるんですけど、この人ね、なんか企業とか、個人寄付めちゃめちゃ集めるのすごいんですよ。はい。政党交付金って大体どの議員も同じぐらいの金額なんで、あんまりこう、その強い弱いを判定する材料にならないんですけど、まあこの河野さんがパーティーを抜いたそのお金集めで、まあかなり強い茂木さんとか岸田さんとかよりも集められるっていうのは、背景にはそういう企業とか、個人の絶大なる後押し。まあ、次の、まあ、首相になるんじゃないかっていう可能性を、まあ、鑑みてるのかもしれませんけど、すごいお金を集めるのうまいんですよ。まあ、もちろん、茂木さんとかもね、結構、企業団体献金とか多いは多いんですけど、河野さんすごいですよ、やっぱり。まあ、興味ある人はね、収支報告書詳細見に行ってもらうとわかるんですが、で、パーティーに、
基本的にやっぱり依存度が少なく売り上げを結構でかくできる人なんで、まあ、自民党の総裁として、このお金という観点だけで言えば、今現在誰がふさわしいかと言われると、河野さんになってもおかしくないのかなって思ってます。もちろん、石破さんみたいなことね、全然パーティー依存してなってない人もいますよ、河野さんより。ただね、石破さんってね、野党の政治家より金持ってないんじゃないかなっていう感じですよ。これね、僕も今回改めてよく見て、知った話というか、ああ、そうなんだと思ったんですけど、石破さんってね、全体的に桁が一つ少ないんですよ。で、政党交付金で、事務所とか回してるぐらいの感じなんで、野党の議員と同じなんですよ。野党の議員って基本的に政党交付金依存なんですよ。やっぱお金集まらないから。で、野党と同じような状態で、これバジェットも、やっぱり他の有力議員の、もうなんかね、半分以下なんですよね、やっぱお金が。で、その理由が、まあ、その個人でもお金集められないっていうのもあるし、政治資金パーティーっていうのもね、全然人集まらないというか、石破さんって政治家個人と石破グループみたいなんで政治資金パーティーと、最新のやつ見てると2回やってるんですが、石破茂となんかを囲む会みたいなやつって、なんか45万とかしか集まってないんですよ。はい。ね、45万とかしか集まらないって、それ、れいわ新選組とか、立憲民主党とかの、別に幹部でもない議員とかがやった時よりお金集まってないぐらいのレベルですよ。石破さんがね。石破さんって世論にすごい人気ありますけど、マジでお金集まらない人なんですよ。いわゆる、もともと田村元厚労大臣とか同じようなメンバーの10人ぐらいでやってるパーティーで、まあ、3500万ぐらい作って、で、それをこう100万ちょっとぐらい分配してもらうみたいな感じで、まあ、政治資金パーティーの収入というのは、まあ、よく見積もって200万ないぐらいなんですよ。はい。茂木さんとか岸田さんが1億とか集めてる中で、200万とかぐらいしか集まらないっていう。それはやっぱりね、自民党総裁選って公選法の適用外でお金いくつ使ってもいいから、それは勝てないでしょって感じでしょ。お金にクリーン路線で行くんだったら、まあ、石破さんとか、まあ、河野さんとかいいんですけど、石破さんはちょっとね、火力がなさすぎるんで、やっぱり厳しいんじゃないかなと思いますね。もういつも石破そろそろ来るんじゃないかって言われるじゃないですか。はい。でも、その世論的に主流派世論1位なのに、なんであんなに勝てないのかっていうと、やっぱ党内でお金配りおじさんになれないからですよね。で、これ僕良いとは思いませんけど、自民党って結局その人間の結束力をポジションとお金で生み出してるわけですよね。で、お金配りおじさんになれないと、やっぱり限界があって、それなりにやっぱお金が必要なんですよ。いろいろなところで。そうなってくると、ちょっと石破さんはやっぱ現実的じゃないのかなって思いますね。はい。まあ、その他の人もね、こうやってまあいろいろ、掲示してますけど、まあ、傾向としてはね、やっぱり岸田さんとか、麻生さんとか、茂木さんとか、みたいな派閥出身というか、やっぱグループの方が、政治資金パーティーで、業界団体との癒着とかっていうのは結構顕著ですね。だから河野さんって結構例外的なところもあるかもしれません。どっちかというと、だから、他の売り上げが高すぎて、このパーティー依存度の割合がちょっと少なく見えるぐらいになってるんで、別にパーティー全然人来ないっていうわけじゃないんですけど、パーティーでどん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 集金して、それを事業としてメインでやっていくぜみたいな政治家がどっちかというと、こうね、派閥グループの方が多いというか、まあ、安倍派で今回ちょっと総裁になる人多分いないと思うんで、ここには入れてませんけど、やっぱ派閥系の人っていうのはそういうパーティーに依存してるっていうのは、傾向としては結構強いかなと。うん。で、逆にそういう無派閥の進次郎とか、石破さんとか、みたいな人は、やっぱり、どっちかというと、こう、政治資金パーティーよりは、個人的な人気、ただお金集めてるケースが多いですね。まあ、ちょっと例外はもちろんあると思いますので、一概になん、とも言えない部分もありますけど、まあそんな感じですわ。はい。まああとはだから有力なところで言うと、まあ高市さんとかがよく名前上がってますが、まあ高市さんもね、パーティー収入っていうのが、まあそれなりにある人なので、まあ閣僚ですからね。うん。で、売り上げが結構それで膨らんでる人なので、まあこういうふうに信じると、まああんま変わらないといえば変わらないですが、どっちかというと売り上げ規模とかで言うと、高市さんの方がこう、売り上げのバジェットがでかいんで、パーティーがなくなると、結構しんどくなる人なんですよ。で、ちょっと前紹介した通り、門田隆翔と一緒にね、全国で講演で回ってるって言いましたけど、まあ別のビジネスモデルが作れるんだったら、まあ高市さんの目もなくはないのかもしれませんけど、こうやってパーティーですごい集金できる人っていうのは、ちょっとやっぱり厳しい立場に置かれる。だから茂木さんとかが総裁になる可能性も、ちょっと僕の中ではやっぱあんまイメージできないですね。この
お金だけの面で見たときですよ。はい。だからいろいろ話してきましたけど、まあ僕の有力ありえそう的な文脈で言えば、派閥だけど、派閥のパーティー収入とかにあんまり依存してない河野さんが、まあ人も今集めやすいし、なんか声がでかくなってくるんじゃないかなというのがちょっと僕の予想ですね。はい。進次郎とか、高市さんとか、まあ個人的に結構人気あったりするんで、この辺もね、まあ総裁選に出てくる可能性あると思いますけど、まあ構図としてはね、どうなんでしょうね。一気に誰かに一人に流れていく可能性はありません。その河野さんとか、進次郎とか、石破さんとかって傾向としてやっぱり似てるんで、まあこの中の誰かとかってなっていくときに、僕はちょっと河野さん首相っていうのは、十分あり得るんじゃないかなと。ちょっと考えてしまってますね。総裁でパーティーなしで事務所回せる人じゃないとダメですから。高市さんとか茂木さんとかみたいに結構事務所の規模がでかくなってる人とかっていうのは、それ以外で結構自分でかなりお金集める能力がないと、中長期での目線っていうのは、まあちょっと身につけにくいかもしれませんね。まあこれが全てというわけではないですけど、僕の今回の大胆予想としては、一番僕がなってほしくないであろう河野太郎が、総裁になっていてもおかしくないという話になります。はい。以上ご覧いただきまして、ありがとうございました。外れたら、あいつはボンクラだったと、言っといてください。はい。失礼いたします。